そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほど、うん、微妙なところを攻めてきます。ストライクです。少し変化しました。ストライクです。ノーボールツーストライク。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。取っています。先発ピッチャー菅野、そしてキャッチャーは野村。このバッテリーをドラゴンズ打線が、際どいコースによってストライク。スピードボールを持っています。スライダーは見送ってボール。これが3球目。いいボールですね。変化球が決まっています。ワンボールツーストライク。まあボール絶対ストライクやろ今の。ワンボールツーストライク。おい、外れてますか。ピッチャーは決まったと思ったでしょうね。はい、変化球わずかに外れてボール。フルカウントです。打ちました。いい当たりだ。高く上がった。センター深いところを破っていきました。ツーアウトランナー2塁。さあそして打線のランナー、まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですね。インサイド落ちました。切りました。ファウル。抜けていれば先制かというところでした。あ、タイビンか。見送ります。さあ3球目は何か。もう1回インローに持ってきました。見送っています。ボール。ほら菅野さんめっちゃ強くない。一塁アウトでスリーアウトチェンジ。菅野さんめっちゃ強いんやけど。これから1回の裏、ホークス序盤から代打を送ってきました。外が打席に入ります。さあ初球は何か。おっつけて打ちました。なばち初球は外。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。2球目打ちました。バッターは3番高橋。ワンアウトになっています。ストライク。初球は打ち。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。打ちました。いい当たりだ。伸びた。ライト。いや、打った。ランナーを一塁に置いています。ライトホークスのチャンスになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスには浦上が入っています。さあ追加点の欲しい場面。点は取れるときにどんどん取るべきですから逃さないようにしてですね。なるほど、そうですよね。もちろん併殺狙い。外に逃げるようなボールでした。打ちました。痛烈な打球。伸びていく。どうだ。激戦だと思うんですがいかがでしょう。そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになりますからね。なるほどね。コントロール重視の小宮山さんらしいコメント、ありがとうございます。変化しました。ストライクです。2ボール2ストライクです。ワンシ打ちました。菊池オーケー。残念、そこは菊池。うん、菅野さん強い、めちゃくちゃ強い。まあ今ね A ランク育成中やけんスピリッツ解放しようかなとか思っとる。でもね正直最新の菅野さんでも俺いいよね。別にスライダーカットさえあればだけん2体持ちしたいんよね正直。だけん A ランクあんま使いたくないんよね、うん、使いたくないんよ。これが初
まあでもね、大会でもちろん強いしね、菅野さんは。だけどまあ3700、今これ3500なんよね、俺の菅野さん。だけど3800にしてもいいかなとか思ったり。まあ、ここは狙いを決めてそれだけを打っていく感じですね。なるほど、そうですか。落ちる球できました。ボール先行です。ナイスボール、ね、確かに TS とか OB にエナジーマッシュ。そう、俺もそうなんよ。通常選手はいずれ手に入るけんさ。まあ小森ドラフトは回したけどね。バッターは2番に入っている大谷。ソフトバンク同点のランナーが出ています。打ちました。三塁線落ちてフェア。今はよく見ましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。154キロ。あー、これナックルカードか。これで3ボール。TS 楽しみね。でも本当に TS が来るかどうかわからんけんね。 OB かもしれん、これが9目。ワンチャンね。フルカウント。次が勝負の1球になります。打った。今日は由伸さんや。そう、超高速のね、練習もせないかんね。なんかもうそろそろなんか大会来そうじゃない。だけどまあその時はね、ルームやるんで、ぜひね、練習相手になってください。やりましょう、みんなで。今ビタビタ真ん中やったね。ファーストライナー。ついに最終回を迎えました。追いかけリードで迎える最終回です。最初は変化球できました。ボールになります。2球目は何で来るか。ワンシーム嫌いっぽそうね。外、どういうバッターなんでしょうか。まあ、非常に柔らかいバッティングでどの方向へも強い打球が打てる。今のは良くないね。インサイド落ちました。そうですね、この起用に応えたい。初球は何で来るか。初球ボール。てか俺最近スライダーカットよう投げよるね。いいコースだったんですけど、ね、配球見てもらえば分かると思うけど、なんか気に入っとるね、低め。マジで寒い、手が震えるぐらい寒い。いや、体壊す、マジで壊す、こんなことしよったら。でも今日一日のためだけにさ、なんか上着出したくないよね。まあみんなもそうやと思うけど、やっぱね、ほら衣替えするときってさ、洗って直すじゃん、その時期が来るまでさ。で今一回来て直したくないやん、一回洗いたいやん。うわでも寒い、めっちゃ寒い。マジで、しかもアイスコーヒー飲みよるけん直さねえやん。